たせいたしました。イエーイ。なんでやねん。はい、第4回目となります。ドスラティドスのアルバム、2枚目のアルバムを紹介していく動画、最終回、紹介して長いなタイトル。最終回となりますね。最終回第4回ですね。第4回目です。4回、まさかここまで続くとは、はい、思っておりません。思ってもいます。ありがとうございます。はい、5月の2020年5月17日にですね、リリースになります。もうね、ライブができないからこうしてですね、自分たちでこうもうトークで宣伝を発信しかないと、ね、そうですよ、いうことで、4回行いましたけれど、はい、もうすっかり季節もね変わって、あ、暑くてもう半袖になっちゃいました。まあね、この動画、なんだろう、発売までの間はもう動画ウォッチパーティーで何回も何回も、見直してですね、みんなで楽しみ、しつこく見直してね、はい、はい、いいね、思っております。でね、まあ、ライブができないからこう生のやり取りができないのでですね、書き込みなど、その、ウォッチパーティーの時など、書き込んでいただいたら、そうですね、返事をしますので、反応が見たいというか、ね、そうの会場で会ってお話しするわけでもなく、うんうん、ちょっとね、やっぱりその音楽を発信するものとしては反応を知りたいですよね。そうそう、結構ね、反応してくれるよ、みんな。うん、嬉しいです本当に。そのタイミングでね、こうツッコミを入れてくれたりするので、うん、そうそうそう、ミュージックビデオの画伯の話をした時なんか、あ、シオンちゃんすごいとか言ってね、はいはい、なんか書き込みしてくれたりとかしてましたね。そういう反応がやっぱり嬉しいですね、うん、人。そうですね、ぜひぜひ、まあ、こうしてコミュニケーション取れたらと思います。はい、さあ、じゃあアルバム、この中からですね、最後、7曲目、そして8曲目を紹介していこうかなと思いますが、はいはい、まずはホタルの光ですね。そう、7曲目、はい、来ちゃいました、来ちゃいましたね、これね、はい、これは前作で言うと、ふるさとみたいなね、前作でいうところのふるさとにするようなね、そんな感じだね。日本の名曲選びましたっていうね。うん。でも違う、日本の名曲じゃない、また。実はこれあれなんだよ。スコットランド民謡なんだよね。俺この間アイルランド民謡って言っちゃったけど、違うよね、これスコットランド民謡。そうそうそう。そう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 。ね。それをですね。日本ではね、パチンコ屋の閉店ソングっていうふうにね、思ってる人もいるかもしれないですね。パチンコ屋だけじゃないよ。うちのこの、村の、村のあれ放送、うん、5時、夕方5時とかの、そう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 、あれ蛍の光、そうそうそう、来たよ、もうこの強力な帰りたくなる感がすごいよね、なんかね、ね、帰りたくなる感よね、だから最後かなって思ってたら違ったという、違うんですよね、アフロ9番、そう、アフロ9番アレンジという、うん、アフロ9番ソウル、あ、ソウルはついてない、ソウルついてないアフロ9番、いや、もうつけててもよかったかもね、あ、ちょっとソウルフルって言えばソウルフルだけど、そうやね、全ての音楽はソウルフルですけどね、こうソウルから、うん、ソウルからね、じゃあ、はい、ちょっと、ホタルの光早速聴いていただきましょうかね。はい、はい、どうぞ。あ、なんか持ってきてますね。タルー、タルー、はい、聞いていただきました。あ、今気づいたけどキューバ同じだね。あ、ほんまや、かぶってかぶってるし、ほんまや、さすがドスラティドス、素晴らしい、はい、アウンの呼吸ですね、アウンの呼吸ですね、はい、すみません話しとりましたが、ホタルの光聞いていただきましたが、はい、聞いていただきましたね、いかがお過ごしでしょうか皆さん何それ、スコットランド民謡ですよ、これはこんなんなりましたよ、
なっちゃいましたね。なっちゃいました、アフロ9番、まあ、いわゆる8分の6拍子ってやつですね。そうですね、まあ、結構ね、うん、やっぱりこの曲は世界的にあの有名な曲なんで、うん、あのスペイン語でももちろん歌われていたり、ね、はい、日本語で歌われてるのと同じようにね、英語、スペイン語、日本語、いろいろな、まあ、バージョンがあったのでですね、バンカーに。にもかかわらず、英語では歌わない奈々さん。いや、だってさ、スペイン語と日本語ね。そうね、うん、うん。英語はね、そう、馴染みがないから。馴染みがない。馴染みがない。まあ、むしろここでスコットランド語に挑戦してほしかった。原曲の歌詞って原曲聞いたことないな。いやない、俺もない。多分なんかあれじゃない、チャーチの教会のいわゆるね、合唱的な、うん、クワイア的なアレンジとかであったりするのかな、なんてか。あんのかな、うん、あるんやろうね、多分ね。うん、アウドラングシン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 。読めません。私読めません。なんかカタカナで書いたのはオールドラングサイン？そうか、オールドラングサインか、うん、そうです。オールドはね、これそう、ちょっと調べたけど、いわゆる英語のオールドと同じらしい。ああ、なるほど。え、これって英語じゃないの？まあ、うん、英語じゃなくてスコットランド語だと思う、これ。このタイトル？うん、そうそうそう。あ、そうなんや。これは英語にはないタイトルですね。あ、そうですか。それすらわからんという。そこからなんだね、奈々さん。これはスコットランド語です。なるほど、なるほど。多分古い英語の源流と同じなんじゃないかなと思ってるんじゃないかなと思うんだけど、そうだろうね。そう、まあ、結局はスペイン語と日本語の歌詞でね、今回そうです、うん、歌ってみた、はい、感じですね。で、そのパチンコ屋のね、閉店ソングがこんなになりましてですね、奈々さんがこうチャカチャカチャカ、いわゆるチェケレを振りまして、うん、でピアノがなんと分身の術を使ってですね、二人編成になっておりましてです、ね、これもまたそのトリッキーっていうか、一人では弾きません、これは。これどこが、うん、どこが頭なんですかっていうね、その結構なシンコパのね、うん、あ、いわゆるそうね、そうシンコパっていうやつですね。そう、すごい、すっごいことになってますね。すごい、後半特にすごいことになってますよね。うん、ぜひぜひ最後まで聴いていただきたい、この曲は。ね、しっかりとこう、こう、撮ってみたらどこがどこか分からんようになるっていうね。分からんようになるか、これも。結構すごいよ。そうか。まあ、やるとね、その演奏するとそういう風に感じるのか。まあ、これは例のごとく、僕は全くそういう風には感じてなくて。ライブでこれどうやってやるのかなって思いながらずっと、録音した曲かな。ああ、そうだったんですね。まあ、これからの課題ですよ。ライブで演奏できるのかっていうね。そうだよね。に関して。そうだね。はい。今回のアルバム、かなり分身の術使ってますから、二人ともね、うん。まあ、でもさ、前回のこっちのアルバムも、うん、ライブで演奏できない曲が何曲かあるもんね。実はね、あんまりというか、もう一切ライブでできないからやってないけど、アメージングレースとかは完全に不可能ですよね。完全に不可能ですもんね、これはね。ゴスペラーズをゲストで呼んできたりしないと多分できないね。ああ、いいですね、そういうの。いずれやりたいですね、アカペラで。本当に、でもスペイン語なんですけどね。あ、そうか。そうか、スペイン語ね。え、いずれこのアレンジで、じゃあちょっとね、えちょっとアカペラ自慢の人あと3人か4人呼んでやる？うん、スペイン語のね、で歌えるアカペラ自慢の人呼んでやってみる。あ、うん、じゃあちょっとこれテレワーク、これ第4回終わったら、次ちょっと日本のその、うん、なんだろう、まあスペイン語歌える歌手を集めて、うん、ちょっとこれ再現しちゃう？やってみますかね、テレワーク的にね。ねえ、うん、あ、そっちか、そっちか、それおもろいかもな。うん、ちょっとそんなプランも今日飽きる。出ちゃいましたね、出ちゃいました。交互期待ちゃいま、ね、それでこのアルバムを買ってもらうという。ああ、それもいいですね。まあでもこれちょっともうね、はい、在庫がほぼ、うん、ないでしょう。ない、まあうちにはあるけどね、ちょっと僕の手元にはもうないですからね。ほんと、はい、あと少し在庫、あと少し、ついに、もう、そうそうそう、ついに。じゃあそのアメージンググレース企画で売り飛ばしてしまいましょう。売り飛ばして最後までね、はい、うん、
じゃあ、ホタルの光ですよ。そうですよ、こっちこっち、ホタルの光、ぜひぜひこうそのトリッキーなアレンジを反応していただきましょうね。ナナさんが3人、高谷が5人とかそのぐらいいますからね。ぜひぜひそのゴージャスな分厚い音のレイヤーを楽しんでください。楽しんでくださいね。はい、はい、さあそれでは、オーラスですよ。最後ですよ。最後ですよ。これがね、来ましたね。こうドセラティードス初のオリジナル。オリジナル、リミックス？まあ、曲じゃないんですけども。なんだろう。まあ、カバーではない。エピローグという、ね、名前をつけましたね。ねえ、なんか高谷さんがね、とりあえずね、そのまあまあね、アルバム8曲ないとどうしてもやっぱりこう形にならないから、あと1曲どうしよう、あと1曲どうしようって言ってる時に、うん、俺がちょっと、俺がちょっと、うん、ね、やるからみたいな、うん、やるから、ね、何をすんねんって思って、だよな、そうそうそう。うん、例のごとく実は、ね、そのあの作りかけてたけどボツった曲なんかもあったりしたから、ね、そっちを、うんうんね、何曲かあって、それでいやほら1曲はねもうやり取りまでしたけどボツったりとか、ああそうね、そっちをもう頑張って完成させるっていう手もあったけど、なんかね乗らなかったんですよそれは。あ、なるほど、うん、降りてこなかった、降りてこなかった、うん、でやっぱりその、うん、もう1曲、まあ、8曲必要だよねっていう話になって7曲しか仕上がってなかったから、うんうん、で最後の曲にするものを何か作ろうっていう感覚があったよね、もともと。最後の曲なら、あ、そういう最後の曲っていうタイトル、まあ、エピローグっていうのはまあ後書きみたいなね、要するにそういう小説とかの、あの、ひとしきりにストーリーが終わった後の、まあ、ちょっとしたお話っていうことなんですけども、そういうものを新たに作ってしまえばいいんじゃないかなっていうふうに思ってやっちまいましたね。なかなかこれはね、あの、うん、斬新というか企画としてはこう今までこうなんだろう、有名曲をこうね散りばめてたこの2枚のアルバムでしたけれども、うん、そうそうそう、ね、エピローグ来ましたね。これはもうね、全然違うコンセプトですね、これ。ね、コンセプト的には、はい、シニアには全く理解ができない分野に突入しましたね。うん、まあ理解はできないかもしれないけども、そのちょっとあのなんていうかな、デザート的な感じで、うんうんうん、ひとしきりね聞いた後でこれ楽しんでいただいて、そうだね、ああこんなのなんか出てきたなみたいなね。だよね、そうそうそう、そうなんですよ。うん、まあまだ聞いてないの、これ聞いてもらいましょうよ。そうだね、ちらっとね、うん、じゃあ聞いていただきましょう。はい、はい、どうぞ。Sí, sí, tumbando caña. Mi verso obtenente claro, y de un carmín he sentido mi beso. Es un ciervo herido que busca en el monte amparo. Con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar. El arroyo de la sierra me complace más que el mar. Hey, what's up? Montana man, what's up? Hijo mal, hey.エピローグ、こんなになっております。なんやねんそれっていう、ね、まあ、あのいわゆるサウンドコラージュっていう感じですかね。もうこのアルバムの中であの録音した素材がね散りばめられて、さらにそこに、まあ、今まではドスラティードスはピアノとボーカルのユニットということでねできてたんですが、うんうん、まあ、シンセサイザーというね、いわゆるそのピアノ以外の音を結構散りばめてですね、重ねてですね、今までのその取った音声とあのシンセサイザー的なサウンドの融合、まあ、リミックスですね、さっきも言っちゃいましたけど。ね、ほんとそう、不思議なものが仕上がってきたなと。まあこれに関しては私、うん、ノータッチなんですけどね。ああそうでしたね。これは完全にやらせていただいて、そう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 、まあ、イメージ的にはその誰かがそのドスラティドスっていうの素材をね、うん、使って切り貼りして、うんうん、そのいわゆるそういうあのコンピューター的に音楽作る人っているじゃないですか、うん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 、まあ、DJ でもいいし、そういうマニピュレーター的な職人の作った音楽みたいなのを、まあ、イメージして自分でやっちゃったってことなんですけどもね。え、はい、まあまあなかなかいろいろサウンドロゴ的に使えそうな感じで、
うん、そういう部分もありますよね、うん、ね、いいんじゃないかなと思います、うん、いいですね、サウンドロゴ、それかっこいいですね、サウンドロゴこの前回話したね、ドスラティードスロゴと合わせて、うん、合わせて、うん、サウンドロゴ的にどっかで使うこともあるかもしれない、ね、使えるといいと思います、ね、さあ、総括ですよ、はい、アルバム全部終わりましてですね、はい、終わりました、ご紹介を、総括ちょっとね、うん、アレンジャー高谷さんに、うん、総括ね、総括締めというか、こう全体の、そうですね、この勝負っていうね、比重の多い今回のアルバムについて、そういえばね、そうソウルの比重は多いんだけども、まあラテン音楽をラテンじゃなくするっていうコンセプトをそのした時にね、まあ、自分の中にないものは出せないっていうか、うん、あんまり、うん、アレンジするにしても自分のその音楽的なバックグラウンドないものまでは無理して出しても失敗こけるだけなんで、うんうん、だから例えばあの東欧のハンガリー音楽にするとかそういうことはまあ無理なんですよ、僕の中にはないです、うん、まあね、確かに ね、結果的にやっぱりそのあんまりなんていうかラテン音楽普段やってる時にはそんなに出さなかったけど自分の中にある音楽あるものをね、うん、ことになって、うんうん、結局やっぱ北米の音楽っていうのかな、その、うんうんうん、ブラックミュージックだったりとか、うん、そういう風になってしまうんですよね。いいと思います。まあ私はそれについていくだけという、うん、まあいや、まあ、でも奈々さんも ね、まあ、ルーツが結構似てるのでね、うん、あのそうそう、通ってきてるところが比較的似ている、あの、はい、こう音楽ジャンルなのかなというところでですね。ですよね、うん、そうですね、あの、まあ、ラテン音楽もその北米のいわゆる黒人音楽もルーツはね、元を正せばアフリカっていう大きなルーツがある。そう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 、私もだからソウルとかファンクとかからゴーゴーとかから結局、うん、あのいわゆるティンバと言われるキューバの音楽の方に入っていったたちなんで、ですね、昔はもうチャカチャカそうそうそう、もうダンスグルーブもの、あーたもね、そうそう、そうなんですよ、そっちからギタリストだったわけですか。そうなんです、はい、そうですね、そっちから言ってるんでね、あのやっぱ共通項は多いのかなと思います。はいはい、まあようやくこう4年ぶりにな2人の、音楽センスを解き合わせた、はい、アルバムが出ますということで、お知らせ動画でした。でした、はい、ぜひぜひ、皆さん聞いていただければと思います。はい、ぜひぜひお願いします。はい、はい、じゃあまたなんか機会があったらテレワークしましょう、しましょうね、まあ、とりあえずあの前作からのあのアメージングレッスンなんとなく動きそうなんです、なんとなくそうですね、はい、はい、ということで、じゃあまあ皆さんまた、今後の活動にも期待してください、はい、でまずはこいつを、そうですね、5月17日手に入れて、また感想を聞かせていただければ嬉しいです。お願いします。はい、それでは、はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。暗いありがとうございます。ありがとうございました。なんだこの演技。